コリトース及び GDP コリトースはマンノースから誘導される酸、6次デオキシトウである。ある種のバクテリアによって産生される。コリトースは大腸菌や火星結核菌、コレラ菌、海洋微生物、スドルテラモーナズ SP などのグラム陰性菌の王、抗原に見出される。コリトースは1958年に初めて単理され、その後1962年に 酵素的に合成された GDPL コリトースの生合成経路。反応点は黄色で強調している。コリトースの生合成ではまず、マンノースマイナス一ン酸、グアニリルトランスフェラーゼによるグアノシン一ン酸のマンノースマイナス一ン酸への負荷により GDP マンノースが生成する。次に、ナドップ依存性ショート、チェーンデヒドロゲナーゼラダクテイスにより、 4位の酸化と6位のヒドロキシル元の除去が起こる。得られた GDP 4ケト6、デオキシマンノースは、ピリドキサールリン酸依存性 GDP 4、ケト6、デオキシマンノース3でヒドラターゼにより、3位ヒドロキシル化が除去される。最後に、GDP 4ケト3、6、ジデオキシマンノースが、 コールックによって4イケトンの還元ともい立体、配置の逆転を受ける。得られた GDPL コリトースは、グリコシルトランスフェラーゼ及びコーゲン、プロセッシングタンパク質によりーゲンに組み込まれる。さらに、コーゲンがコア多糖に結合し、リポ多糖となる。コールドは、GDP コリトースの生合成において3位、ヒドロキシル元の除去に必要な PLP 依存性酵素である。 コールドは WBDK 遺伝子あるいはコールド遺伝子の産物であり、一般的にはコールドと参照される。コリトースは比較的稀にしか存在しない糖であるが、近年のグリコシルトランスフェラーゼの研究から、コリトースのような糖を既存の天然物の,の骨格に導入し、それによって新規な治療薬候補化合物を構築できることが示唆されている。ありがとうございます。